るな。ここをぶんどる覚悟はいいな。メグ、準備はいつでもバッチリだ。どうだかね。厳しいね。ダメだったのは一回だけじゃないか。一回？何があったの？大人になったら教えてやるよ。おしゃべり少なく10億弾を全部撃って銃を軽くしないと。その通りだ。さっさと始めよう。76、用意ができたらルーに合図を。お前ら用意はいいか？よし、来た。後ろに下がってろ。ブラストゾーンには入るなよ。3人は前進して警備に対処して、ゲイル、あんたがララを守るんだよ。ゲイルと一緒ならララは安全。そうだね。じゃあ行こうぜ。76、少し話せるか？あんたに話があるんだからちょっと待ちな。それでいい。私は安全を確認するまでここから援護するけど、あんたに大事な頼みがある。ジョニーはでかい分け前を要求してるから、あんたに見張っててほしいんだ。あいつがサボったら教えて。分け前に見合う働きをしてもらわないとね。ありがとう。他は大丈夫？それじゃあ行ってきな、76。頼んだよ。世界で金なんか無意味だっていうやつもいるが、いずれ文明は復活する。その時に誰が正しかったかはっきりするぜ。
Death is a preferable alternative to communism.
予想外の事態発生だ。生体をスキャンしてシステムの向こう側の担当者とつなげる。通信は音声のみだ。道を切り開くには質問に答えてロックを解除するしかない。これだけ何でも自動化されてるから、ロボットを使って盗みに入られるのを恐れたんだろう。俺もそういうことをしたことがあるからな。その気持ちはわかる。ちょっとした問題が起こってね。よくあることだ。俺の仕事が評判なのはいつもひるまず立ち向かうからさ。これぐらいへっちゃらだ。心配するな。ちょっとおかしなことになってね。昔ニューヨークの連邦準備銀行ビルでこれと似たようなシステムに侵入したことがある。ここのバイオメトリックスキャナーは中央データベースか何かとつながってるみたいだ。そいつが有名な犯罪者を検知して俺は締め出しを食らったってわけさ。そのデータベースを何とかしないと。ダメだったのはその時だけだぜ。あの頃はまだ青2歳だった。捕まったのは仲間が俺を置いて逃げたからだ。あれ以来ずいぶん成長したぜ。こいつもなんとかするさ。そいつは無理だ。この部屋は完全に封鎖されている。セキュリティ対策はバッチリだ。ちょっと待ってくれ。俺に任せてくれ。もう一回やってみるよ。それでみんな脱出できる。飽きてきた。あとどのくらいかかる。おとなしく待ってな。もう少しだ。はあ、まずいぞ。変なことしない方がいいよ。おいガキ、黙ってろ。そんな風にわめかれたら集中できない。ちょっとうまくいかなかっただけさ。アドバイスは嬉し、ちょっとうまくいかなかっただけさ。アドバイスは嬉しいが、まだ諦めないぞ。バカな、うまくいくかもしれないが、その前にあのトンマはシステムをぶっ壊すぞ。よし、ゲイル、ブースに入って俺の言うことを聞け。あんた、いつもララとゲイルに意地悪。あんたの話聞かない。勘弁してくれよ、ただの冗談だって。いや、うん。あんた、小さなララに親切。ケイル、あんたのためにする。オッケー、どうする。オッケー。スミスだ。ゲイル・アース・スミス。ボルト指令センターに接続。
俺たちは間違ってた。結局みんな死んでたのか。お前の名は重要ではなく、金のためにここに来たんだ。まったくいいか、ゲイル、そのまま繰り返すんじゃない。自分の言葉で喋るんだ。遭難信号じゃないけど、助けはここ。ロボットは？質問なし。すぐに行って。先に進もうぜ。Soil. Lethal force engaged. Ah!
俺に盾つく気か？なら思い知るといい。が発動しました。防衛対策起動。権限を持たない全人員は抹消されます。ご了承ください。壊すロボットまたいた。
私に換気口に入ってほしいんでしょ。もちろん換気口の中って楽しいんだよ。私を監督官の部屋へ行かせて道を開けさせたいんでしょ。大丈夫だよ、子供だけどちゃんと分かってるから。他の部屋のドアも開けた方がいいかな。あなたいい人だし、やってみるね。
あの人が何も触るなんて言ってたのは分かってる。でもあなたは友達だからドアを開けてあげたいの。中にいいものがあるんでしょ。開けていい？わーい、すぐやるね。換気口、換気口、あたしを探すなら速攻換気口。ところで、金の何がそんなに大事なの？金って何？ドアはこっちから開かないと思う。大丈夫大丈夫、このドアも開けてあげるから。向こうで待ってるね。がいたんだよ。でももうグサッと刺して殺しちゃったから大丈夫。ここで良さそうだな。ここなんか不気味だよね。あれが例の、それってすごくない？あんたが話した方がいい。
見つけてくれたぞ。奇跡は起きるものなんだ。見ろよ、洒落た格好してるじゃないか。物欲の力を過小評価しないことだな、スリック。皮肉屋だな、エーシー。奴らは俺たちを救うためにやってきたんだ。あんなに長い間閉じこもってたのに、ボルトの連中はよく正気を保てたな。あんたが公式の救助チームじゃないと分かった。あんたは金のためにここに来たのか、俺たちを助けるためか、それともただの偶然か。俺たちがシークレットサービスの生き残りさ。俺たちは財務省の一部として国の通貨を管理し、指導者らを守っている。全てが悪化しているように思えた時、政府が金を全てボルト79に移動しろと命令した。俺たちはそれを守るためにここに配備された。あんたみたいな人間からな。リアクターがぶっ放された時、ここで日常業務をやってた。次の瞬間、人員の半分は俺たちを殺そうとする怪物になった。さらに戦闘のせいでセキュリティシステムとロボットが起動した。この中に閉じこもるか死ぬかの二択だった。ほぼ3ヶ月前のことさ。食料も水も尽きかけている。あんたが来てくれてよかったよ。物欲が常に勝つ。あんたは負けるよ、スリック。ああ、運が良かったな。金にやりつくには電力を回復させてドアを開けるしかない。そうなれば俺たちはボルトの安全な区画に戻れる。いつもなら金を盗もうとした奴には弾をぶち込んでたろう。だがもう犠牲は十分だし、この戦いに勝てる保証もない。だからここから出してくれれば金はお前にやるよ。俺が非常電源を使って原子炉へのドアを開けてやる。今安全。ララとメグのところ行く。ゲイルたち、ここに必要ない。そうしなきゃダメ。もう少しコソコソしてロボットと戦って宝物を見つけたい。ダメ、ララ行く。放射能が多すぎる。ルーみたいになる。ほら来て。もうわかった。でも家に帰ったらもっと楽しいとこに連れてってね。わかった、ララ。するよ、約束。気をつけろよ、ここのセキュリティは万全だぞ。